ンナ・カレーニナ、トルストイ。前回の続きからです。ママよりいい人なんかいないよと、セリオチャは涙ながら絶望の声を上げた。そして母の両肩にしがみついて、緊張のあまり震える手で一生懸命に引き寄せ始めた。かわいい坊や、セリオチャと、アンナは言い、我が子と同じような弱々しい子供らしい声で泣き出した。その時、戸が開いて、ワシーリー・ルキッチが入ってきた。また別の戸口に足音が聞こえた。バーヤは怯えたような声で、いらっしゃいます。と言いながら、アンナに帽子を渡した。セリオジャは寝床の上にどっかと尻を落とし、両手で顔を隠しながら、しゃくり上げて泣き出した。アンナはその手を引き離して、その濡れた顔にもう一度キスすると、足早に戸口を出て行こうとした。すると、向こうからカレーニンがやってきた。アンナに気がつくと、歩みを止めて首をかしげた。彼女はたった今、パパは私よりもっといい立派な人だと言ったばかりにもかかわらず、ちらと彼の方へ視線を投げかけて、その全身を細かいところまで残らず見て取るが早いか、夫に対する嫌悪と独念と、我が子を独占している羨望の念が彼女の心を包んだ。手早くベールを下ろし、足を早めて、ほとんど走るように部屋を出て行った。彼女は昨日あれほどの愛情と悲しみを込めて、あの店屋で選び出したおもちゃを取り出す暇さえなく、そのまま持って帰った。31。アンナは我が子との対面を心の底から願い、久しい前からそのことを考え、それに対する準備をしていた。けれどもこの対面が、これほど深い感銘を与えようとは思いも染めなかった。寂しい宿の部屋へ帰ると、なぜ自分はこんなところにいるのか、長いこと合点がいかなかった。もう何もかも済んでしまった。私はまた、一人ぼっちなんだ。と、一人ごち、帽子も脱がず暖炉のそばの肘椅子に腰を下ろした。窓と窓の間に据えてあるテーブルの上の青銅の時計にじっと目を注いだまま、彼女は物思いにふけり始めた。外国から連れてきたフランス人の駒使いが、お召し替えはいかがですと言って入ってきた。アンナはびっくりしたようにその顔を眺めて、後で、と言った。ボーイがコーヒーはいかがですと言っても、後で、というばかりだった。イタリア人のウバが赤ん坊に着替えさせて入ってくると、アンナのそばへ連れてきた。栄養のよくとれた丸い赤ん坊は母を見ると、いつものように手首を糸でくくったようなあらわな手を下向きにして、ノリのよく効いた縫いのあるスカートのひだをさらさら鳴らしながら、魚がひれを動かすように両手をふわふわさせ、まだ歯の生えない口でニコニコ笑い出した。それを見るとこっちもにっこり笑って、赤ん坊にキスしないわけにいかなかったし、指を一本差し出さないわけにもいかなかった。赤ん坊はその指につかまって、キャッキャ言いながら全身をゆすぶった。また唇を差し出さないわけにもいかなかった。すると赤ん坊はキスするように、それを自分の口へ入れるのであった。
アンナはそれをすっかりやった。その上両手に抱き取って、ひょいひょい踊り上がるような身振りもさせれば、そのすがすがしい頬やむき出しの肘にキスもしてやった。けれどこの赤ん坊を見るにつけても、セリオージャに対している気持ちに比べれば、この子に抱いている感情などは愛とさえ言えないような気がした。この子のどこもかしこも可愛かったけれども、なぜか心を強く捉えるものがなかった。初めて生まれた子供は、たとえ愛のない男の種ではあっても、そこに愛の力が全部注がれていて、しかもそれが十分な満足を与えられていないのであった。ところでこの女の子は、最も苦しい状況の中で生まれたため、ウイゴの場合の100分の1も心遣いが注がれていない。のみならず女の子の中にあるのは、すべてがまだ期待であった。ところがセリョージャはもうほとんど一人前の人間である。しかも自分の愛する人間である。その心の中では思想と感情の戦いがあった。彼は理解している。愛している、判断力を持っている、と彼女は我が子の言葉や目つきを思い起こしながらそう考えた。しかも彼女は精神的ばかりでなく、肉体的にも我が子と引き離されてしまって、それを取り返すことは不可能なのである。彼女は赤ん坊を乳母に渡して、下がらせた後、ロケットを開けた。その中にはちょうど今の女の子とほとんど同じ年頃のセリョージャのミニチュアチュールが入っているのであった。彼女は立ち上がって帽子を脱ぎ、ショーテーブルの上にあったアルバムを取り上げた。その中にはいろいろ年頃の違ったセリョージャの写真が収めてあった。彼女はそれらの写真を見比べたいと思って、アルバムから引き抜き始めた。すっかり抜き取ってしまったが、最後に一枚だけ一番いい写真が残った。それは白いルパーシカを着て、椅子に馬乗りになり、目を潜め口元で笑っていた。それはセリョージャの最も特徴的な、そして一番いい表情であった。小さな器用そうな手で、今日は格別緊張して働く白い細い指で、彼女は幾度も写真の角を起こそうとしたが、どうしてもうまくいかなかった。ペーパーナイフがテーブルの上になかったので、その隣にあった写真を抜き、それはローマで撮った、ブロンスキーの写真で、丸い帽子の下から長い髪を覗かしていた。それで我が子の写真を押し出した。そうだ、この人だ。と彼女はブロンスキーの写真を眺めてこう言った。と不意に今自分の悲しみの原因が誰であるかを思い起こした。彼女は今朝一度も彼のことを思い出さなかった。すると、この男らしい、上品な、馴染みの深い、自分にとって懐かしいこの顔を見ると、不意に彼女はこの男に対する愛情が、潮のごとく押し寄せてくるのを感じた。